第31課、このボタンを押すと、電源が入ります。基本 1>, 1、このボタンを押すと、電源が入ります。2>, 2、そのパソコンは、たまにフリーズすることがあります。3、馬さんは、とても上手に、レポートをまとめました。4、李さんは来るでしょうか A.「すみません。市役所へはどう行くんですか?」この道をまっすぐ行くとデパートがあります。市役所はその隣ですよ。ありがとうございます。B。朝ごはんは毎日きちんと食べますかえでもたまに食べないことがあります。C あ。あ雨ですよ。 本当ですね。早く家に帰りましょう。D、すみません。ばさんはどちらでしょうかばさんはさっき出かけましたよ。英用课文。散歩。北京分公司附近有大小不一的各类公园 有的公园里还有用混凝土做的乒乓球台。一天吃完午饭后，森和小马在公司附近散步。两人走到了一个公园附近。ここを曲がると小公園があって、子供よく卓球をしているんですよ。卓球ですか？公園で？そうです。 その公園にはコンクリートでできた卓球台があるんですコンクリートの卓球台へえ、面白いですねええー、卓球をしたいときにいつでもできるんですたまに公園のそばを通ることがあるんですが必ず誰かがやっていますねここから三百メートルほど行くとスポーツセンターがありますスポーツセンター 誰でも自由に利用することができるんでしょうかええ、誰でも利用することができますただし有料ですが馬さんもよく利用するんですかたまにプールで泳ぐことがありますでも会員じゃないと夜8時以降は利用することができないんですだから会員になろうと思っているんです会員になると何か他にも特典があるんですか会員の家族も安く利用することができるんです 今何時でしょうかもうすぐ1時15分になります。じゃあ、早く帰らないと午後の会議が始まりますね。 いつも朝ごはんを食べます。食べません。いつも朝ごはんを食べますかええ。でもたまに食べないことがあります。いつも電車で行きます。バスで行きます。いつも電車で行きますかええ。でもたまにバスで行くことがあります。 二、毎日部長に報告します。忘れます。毎日部長に報告しますかええ。でも、たまに忘れることがあります。三、いつも昼ごはんを食べないんです。食べます。いつも昼ごはんを食べないんですかええ。 でも、たまに食べることがあります。4. 毎日、ジョギングをします。しません。毎日、ジョギングをしますかええ。でも、たまにしないことがあります。6. 听路音、仿上例句替换化箋部分、进行練習。0. <例>市役所へ行きたいです。 この道をまっすぐ行きます。左にあります。あの、すみません。市役所へ行きたいんですが。この道をまっすぐ行くと、左にありますよ。あ、どうもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。1、1> 音が出ません。これを右に回します。出ます。 あのーすみません。音が出ないんですが。これを右に回すと出ますよ。あ,あ、どうもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。2パソコンが動かなくなりました。サービスセンターに電話します。教えてくれます。あのーすみません。 パソコンが動かなくなったんですが。サービスセンターに電話すると教えてくれますよ。ああ、どうもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。3、お手洗いを探しています。あの階段を降ります。左にあります。あの、すみません、お手洗いを探しているんですが。 あの階段を降りると、左にありますよ。あ、どうもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。